お久しぶりでございます。はい、校長。受けちゃった。久しぶりなんです。久しぶりにお会いできて、前一回、リヴァイさんとですね、この前で、美味しいヴィンテージのウイスキーを飲んだんです。本当に。と乾杯して、で、今日はもう久しぶりに、お会いだから、挨拶に来ました。ご無沙汰しております。めっちゃ受けちゃった。今日は正直で、会いに来ました。ありがとうございます。汗くせえのに、そうそう、今日ね、草刈りをした後にね、ちょっと今日は植木前通ったら、はい、こういった催し物があって入れて聞いたから、はい、でそれで今日出てきたんです。ありがとうございます。でまた今日天気も良くなったし、そうですね、で聞いたらね、ちなみに何のイベントかもう一回ちょっとしっかり。今日のイベントに趣旨は何ですか。駅夏といって、うん、1週間ずっと日替わりで企画のブースを出してやっているイベントで、うん、まあ、夏を思いっきり楽しもうということで、うん、オリジナルのかき氷作ったりとか、うん、スイカ割りしたりとか、うん、若い人たちの DJ が来て演奏してくれたりとか、うん、あと盆踊り大会だったりとか、もうなんか夏を楽しむための企画です。ああいいね。頑張ります。頑張ってください。とりあえずちょっと今日は草刈りしたんです、うん、私の愛知高校の時の先輩で、はい、もう全てに対して、はい、もう人生のことをいろいろ教えていただけた、はい、教えた覚えはない。セックスのマスター、ね、そうです、はい、今日は何事なんですか。今日は駅の夏を盛り上げようと駅前で駅夏祭りで1週間ね。あ、そういうことですね。12までですか。12までです。で日替わりイベントで今日はバンド演奏、明日は盆踊り。あ、そういうことですね。ちょっと少しでもなら11位に頑張ってあげようかなと思ったら、まあけど11、12、2日間ありますからね。あ、はい、だからちょっと皆さんお待ちしてます。暑、はい、はい、先輩もずっとオールで。そうです。あ、昨日だけ休んで。あ、本当ですか。わかりました、わかりました、はい、もうこのラインナップで。あ、いいですね、いいですね、はい。山崎もありますよ。あります。あ、いいですね。拍手も。拍手、はい、拍手。ちょっと高めなんです。ここちなみに山崎です。900円。いや、安い。めっちゃ安いですね。そんな値段で山崎飲めるんやったら、あ、それはもう期待期は集まれって感じですね。はい、どうも。もうまた今年は豊漁はありそうですね。ありそうですか。はい、唐揚げをまた何個もらっていいですか。ご紹介してください。大晴屋の、はい、大将の、はい、ルチ大将です。はい、はい、はい、で、まあ、ちょうど間ですよね。そうそう、一個上と一個下のラグビー部の、そうそう、はい、財部さん、その財部のお兄さん、はい、財部さんとか言って叩かれますけど、そうね。ああ、そうです。僕下っ子ラグビー部の、はい、そうそうそう、三年財部やんです。ああ、そうですか。はい、はい、はい。それはもうだって大原屋って言ったら僕らいつも冷凍庫借りにですね、そうそう、夜間置き場ですよね。爪水っちゅうたんですよ。あ、そうですか。僕ら、魔法の水じゃない。爪水っちゅうたん、冷たい水を略して爪水っちゅうたんです。そうなんですよ。世界を旅されたんです。そう、もう世界を回ってね。まだ行きます。何カ国ぐらい行かれたんですか。まだ30です。でも30でしょ。だけど岐阜の小田さんとか80、90でしょ。うん、数は負けますよ。いやー、俺もすごい。30カ国ってすごいですね。すごい。一番レアなとこでどんなとこだ。レア中レアは中央アフリカ。中央アフリカ。ザイール、あ、レア、ザイールはもう国がなくなったけど、ザイールレアですから。中央アフリカ。はいはい。キリマンジャロとかあるとこですか。それはケニア。ケニア、タンザニアまで飛行機使わんで行ったんですよ。マジですか。ケニア、タンザニアまで飛行機を使わんで行った。どうやって行ったんですか。いや、陸路。すごいじゃん。いや、陸路と船で、はい。パルダカリラリーみたいなやつ。あ、パルダカの中継地点行ったことあるんですよ。マジか。ニジェールの真ん中で、マルシェの中でから、パルダカはやっぱね、頭悪いやつ結構おるんですよ。スキー板が落ちちゃったっけ。はぁ。俺やっぱ砂丘スキーでしたかったんですよ。裏ギザギザになっちゃった。ねぇ。草刈りもしたし、はい、ね、はい、今日いつもひたスタイルに先輩の記事はね、はい、楽しみにしてます。本も出させてもらって、本も出してるんですか。はい、
あ、これはしっかり宣伝します。来月で100号になります。あ、それになりますか。はい、あ、100号。ああ、今度ですね。はい。すいません。この自白金を。はい。少々お待ちください。はい。いや、これはすごいですね。じゃあ、うまそう。じゃあ、ちょ見て。これうまそうよ。じゃあ、少しぐらいですかね。うん。次です。うわ、うまそう。これ絶対うまいよ。いやいや、この暑い日差しでこの仕事をやっちゃダメでしょ。いやけど、これだからやっぱ売れるでしょ、これは。そうっすね、うん、あ、でもこれもかっこいいですね、ドラム缶もね。かっこいい、かっこいい。これ500円むっちゃ安いと思う。安いと思います。安いよね、うん。これもずっと出しますか？最終まで。今日、明日、明後日。明後日までね。ちょっとまあちょっとやん、一個食べれば。今日、明日、明後日、明後日ギリギリだ。11まで。11までね。うん。ちょっとまずこれ。はい。行きます。バリューマ。はい。すみません、生お願いします。はい。一杯です。はい。500円になります。はい。これは輝いてるんじゃないかなと思って。ああ。おっしゃる通り。うん。ジャニーズよ。ああ、うん、まあ K、ジャニーズ系でありますね。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここに来たらジャニーズのお兄さんがビールついてくれると。なるほど。いうことで。うん、はい、うん。赤石プラモ店の番頭さんです。それ競輪をやられてるんですか。もうもう。けそれは言わん方がいいですか。競輪は、はい、中野英一さんの。はい、もう競輪中か、もう自転車が趣味で。はい。もうバリバリすごい。吉メサイヤの吉井社長、あ、もう有名な、もう超頑張ってる方です。あ、裏の仕事？おお、なんか占いを今してる。なんか綺麗なお姉さんたちが。何占いされてるんですか？ですね、占いっていうよりかリーディングになるんですよ。肉体の状態とか精神状態とか人間関係とか全部見たときに、うん、あとオーラが見えるので、うん、私はそこから全部あの人生紐解いていって。あ、そうですか。はい、光に導いていくっていう感じ。私オーラありますか？あります。そうですか。嬉しいです。真っ白ですね。そうですか、うん、そう、正義心っていうのが結局聞いちゃってますよ。大丈夫ですか？いやいやいや、分からんけど、ほら、僕ほらね、ほらね、それオーラとか言われたらもうそれオーラ自体が分かってないから。頭がいい方ですよね。すごい頭の方に、上半身の方に寄ってるので。ほう、ほら、これがすごいです。すごいでしょ。これレアです。で、本当はこれ1個なんですよ。あ、それがパカッと割れたら中にこんなになってたってこと。だからこれを持つと恋愛運が上昇します。ほう、だから運命の相手と出会う。じゃあぜひカップルで来てほしいです ね、 ですね。あの、まだ告る前のカップルとか、はい、しれっと来ていただいて、そしたらもう結ばれる。そうです。ぜひ浴びてください。いや、日頃はどちらでされてるんですか？元町で。はい、あ、もうちゃんとお店があって。はい、ソシアの横で。はい、強運カウンセラーですよ。そうです。そう、強運カウンセラーさんから俺ちょっと少し褒められたっけね。今日白、本当に賢いし言われちゃって嬉しい、はい。まあ、白ですよ、確か白川だから。髪の毛ね、おっしゃる通り。私たちは皆さんを幸せにするために占いをやってます、うんうん、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。オーラの色を見れたり、うん、恋愛成就したり、うん、はい、さまざまな、はい、うん、いいことが起こるということで、起こる場所です、うん、はい、強運のカウンセリング。ああ、いいですね、はい、ソシアさんの横ですね。はい、わ、はい、かりました。お待ちしてます。今日僕もそのなんかすごくいい話を聞いて嬉しかったです。ありがとうございます。何時から歌われるんですか？今日7時過ぎです。あ、本当それも僕ちょっと来れんけどね。なんで、交渉さん、なんでなんで、なんで、僕はいいじゃないですか、いなくても交渉さんだけ来れば。あ、歌聞きに。ちょっとそれはちょっと私が見に来てる交渉さん撮影しますからちょっと交渉さんに聞いてほしいわけですよ。あ、そうですか。これ飛び入り参加して、ほら、この間の君が代を歌ったらどうする？歌わんじゃん。ちょっと遠慮させてもらっていいですか？うっくるちゃん。7時何分ぐらい？7時、そうです、半前だと思います。7時半前。遅くなる。ああ。もう、こうして9月には、あの、
世話になる。あ、そう、またね、このメンバーで今日出るんで。あ、そういうこと。え、どういうことですか、5月お世話になるんで。あ、あの今度うちの、あの博物館で、はい、あのバンド、そう、ライブがあると。はいはいはい、うん、はいはいはい、あのオードボーさんの絡みだから。そうですね。そう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 。あ、そうですか。そうそう、博物館のも超常連のお客様、はい、そうさんご夫婦でございます。はい、はい。はい、はい。って言ってももちろん飲んでます。今日ですね、うちの博物館の、はい、あの横をちょっと草刈りしたんです。で草刈りをしてその、あの斧自体があんまりこう研げなかったから、鎌ですね。あのね、鎌を研ぎに行ってですね、でまたその鎌を研いだやつで、あの草刈ってきたんです。そして汗ジュクジュクかいたからここでちょっとこのお祭りがやってるからこのね宣伝をちょっと持ってきたんですけど。あ、焼酎もあるんですか？焼酎あるよ。あ、焼酎のなら僕なら水割り。水割りを。はい。はい、すいません。もらいましょう。はいはい。はいはい。はいはい。そうなんですね。ワンコインで。はい。あらららら、はい。はい。ありがとうございますね。はい、すいません。本当はこう、こっちも行きたいですけど、今日はもうちょっと全然。はい。はいはいはい。そうですね。はい、だから私としたら、はい、こんにちは。はい、これ何のどういうんですか。こういうカレーとか、なチーズなん、これカツカレーとか。ああ、これはカツカレーとかあるんですか。カツカレーのカレー別についててカレーこういうイメージで出します。ああ、こういったのもそうそう、カレーライス。ああ、どれが一番おすすめですか。そうですね、よくまあチーズナンがよく出るんですけど、まあご飯食べたい方はもうご飯でもいいし。はいはい、そうなんです。え、そうです。じゃあこのナンセット一つお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあハムナンセット一つお願いします。で、その社長はそのご出身はどちらなんですか。そうですね、あのこういう出身はご存知ですかね、はい、その世界の高い山の国なんですよ。どこですか、ね、トムランバ。トムランバのとこなんですよ。はいはいはい、ネパールから。そうなんです。あ、そうですか。はい。で、縁があって下に来られるわけですね。もうやっぱり下とね、縁がすごくあるので、もうね、はい、もう離れられない、もう地元です、僕にとって。ああ、嬉しいですね。で、来られてどのくらいになるんですか。もう僕、その、長いですよ。もう間もなくですね。下の店は10年になりますけど、はいはい、もう日本に来て20年になるんですよ。そげになるんですよ。しかし日本語ペラペラですね。いやいや、まだまだです。今から今火つけて、ちょっと今ら何を言いましょう。すごいよね。すごいね。あ、何も今そこでもう焼くんですよ。はあ。熱々のナンを焼いてっていう感じなんです。あら。出来立て、出来立てですか。出来立て。もうナンはもう熱々焼きたて。作り置きじゃないんですね。作り置きはしません。ああ、いいことです、いいことです、いいことです。うわ、そうそう。はい。そうそう。え、ああ。何ですそれは。あと、ミとザ。ミッとチャ、はい、ありがとうございます。うん、おいしい。ありがとうございます。うん、いただきます。うん、うん、もう熱々な、熱々です。これはね、ミトさん、ミトさん、ね、最高。うわー、おいしい。さあ、本当においしい。うん、アナウンサーさんなんですよ。ああ、そうなんですね。はいはい、有名な曲のアナウンサーで、はい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 、うちの方にちょっともう、もうだいぶ前ですよね。そうです。もう10年以上前になります。はいはいはい。取材させてもらって。はいはいはい。それからの僕がもう大ファンで、はいはいはい、で、今、まあ、こっちにこうちょこちょこ一緒にこうね、いろいろ下の方でこうね、いろんなイベントすることになってからが、はいはい、ちょこちょこまたこう会えるようになった、ね。なるほどなるほど。あの、ひたハイボールも。そういうことです。はい。踏まえてからね、はいはい、やっぱりあの市外の人たちも、うん、やっぱりあの吉博物館というと、うん、もう皆さん知ってる し、あ、嬉しい、ね、皆さんやっぱり行ってみたいとかあそこ行ったよとか言われるとめちゃめちゃ嬉しい。まさになんか 人的なシンボルみたいな、なんかそんな感じ。だから私友達来ると大体行くじゃないですか、ね、行かしろかみたいなありがとうありがとう感じ。いつもね、いや本当に誰を連れて行っても喜んでる。嬉しいです、嬉しいです。まあそれも天性のものなんですよ。いやいや、黙ってたら男前なのにね、はい、なんかね、喋りすぎる。あの言われた時に、うん、割とずっと半日ぐらい僕に言いますよね、うん、俺かっこいいって言われたわ、知ってる。嬉しいって、嬉しいじゃん。やっぱ嬉しいんだ。いや、嬉しいですよ。そういう言われんけん、エントさんの方にね、そうそう、はい、取材の方に行っていいですか。あ、もうぜひ、うん、ありがとうございます、うん、また行きますね。なんかね、はい、外でね、うん、夜ね、そうそう、こうビール飲みながらっていいじゃないですか。そう、最高、ぴったり。うん、まあそういうことでございます。はい。